皆さんおはようございます。2021年7月の11日、おはようございます、ごきげんよう。衆議院議員の原口和弘です。久々に2階に上がってきました。2階からっていうか階段から落っこって怪我したんで、もう2階にはですねほとんど上がらないんですね。でもおかげさまで回復してこうやって2階に上がることもできます。上から見るっていうか自分の家なんですけど、北側は田んぼですね。田んぼもなんか施設に使わせてくれというお話もあったりして、まあ相変わらず事務所は見つからずじまい、昨日藤原紀正さんの事務所開きに遠隔で参加しましたけどね、たくさんの方々が来ていただいてありがとうございました。辻元さんの言葉が本当に藤原さんの挨拶とすごく身に染みましたね。いい事務所開きでした。おめでとうございます。事務所どうするかですね。このもう古くなった事務所を、裏はもう建築許可が間に合わんということで、埋め立てるわけにもいかんし、埋め立てたらまた天国にいるのかどこにいるか、多分天国にいるでしょうね。あのキセルの竿だけばあちゃんからやられると思いますね。だから、それは無理と。どうするか、本当事務所って、あの選挙事務所って法律で決まってるんですよね。しかしこのままだと本当にこう満足な大きさのものが得られないですね。やばいな。今日はですね、7月11日、ちょうど8年前の今日、妻にこの時間に電話したんですよね。これから福岡行ってくるよって。でもなんでか通じなかったんですよね。なんか携帯を話してたんでしょうね。でその後福岡からも電話して、でその時も通じなくて、で買い物に行ってたごめんねって、掃除機が壊れちゃったから、ちょうど赤坂の宿舎の近くにですね、電気屋さんが、大きなのがオープンして、掃除機が壊れてそこに行ってきたんだよ、またねって留守電が入ってて、でちょうど私は野田国吉さんの参議院の応援にですね福岡に行ってて、で、こんなに妻と連絡が取れない日があるんだなって思って、3時半頃ですね、演説が終わって妻の携帯に電話したら、宿舎にいる妻の、その携帯に知らない女の人が出て、奥さん具合悪いって言われてますと、で熱中症のようですと。すっごく暑い日だったんですね、東京も。でいや、それ救急車呼んでください、それ熱中症ってそんな簡単じゃないから救急車呼んでくださいって言ったら、いや選挙をやってるだからか救急車呼ばないでくださいって言われてますって。いやもう呼んでください、早く呼んでくださいって言ってるうちに意識がなくなられましたって言って、それ熱中症でだから早く呼んでくださいって言ったのに、で、拉致が開かないんですね。宿舎はですね、後に分かったんですけども、お医者さん、看護師さんが、提携してて、で、そこに妻は、その人たちを呼んだみたいなんですね。ところが、病院は、提携する病院はですね、その5年前に、辞まってて、後の調査で分かったことなんですけど、病院じゃなくて派遣の看護師さんが
来てたみたいなんですね。で、これも後で分かったことなんですけども、あの、妻の脇にですね、あの、冷蔵の、あのよくあの、冷凍パックとかするときにあるものをこう、押し当てて、その、凍傷になるぐらいになってたんですね。で、拉致が開かないから、救急車も来ないっていうんで、私の主治医の武藤先生に電話したら、ちょうどそれがもう3時50分ぐらいですね。たまたま3のビルの横を歩いておられて、で、今から駆けつけますって言っていただいて、まあ、宿舎まで6、7分ですね。駆けつけていただいて、そして電話が、武藤先生から電話がかかってきました。すぐ東京に来てください。あの、そして、覚悟を決められた方がいいと思いますということだったんです。覚悟？何の覚悟ですか？いや、手遅れかもわかりません。言われたんです。手遅れ。だから救急車呼んでくださいって言ったのに、何ですか？いや、どう、熱中症じゃありません。簡単な脳出血だと思います。でも、運ぶのが遅れてます。で、ちょうど救急車が来たんで、私今から一緒に乗り込みます。ということでした。乗り込んでくださったんですね。でも、三次救急の病院、港区ですから、済生会中央病院ですね。そこが空いてなくて。んで、救急車がもう到着したのが4時10分ぐらいだって言われてますけども、そこから虎ノ門病院に搬送されたのはもう5時近くだったらしいんです。もう完璧な手遅れです。虎ノ門病院っていうのは宿舎から車で5分もあれば着くとこです。あの3時20分に電話した時に運んでくれてたら生きてたのにって。でも、あの日のことを武藤先生から言われて、4時半福岡発の飛行機が空いてて、それに乗りました。もう膝がガクガク震えて、喉がガラガラで、東京に着いたらもう妻は生きてないんだって思いで、飛行機の中で何をどうしたか覚えてません。ただ、どの席に座ったか、そして、ずっと震えてたことを覚えてます。東京、羽田に着いてすぐ飛行機のドアが開いて、すぐ電話しました。虎ノ門病院にいますと。で、これから手術をするかどうか決断してくださいっていうことでした。あ、手術できるんだ。生きてたんだ。って思いました。で、手術を今からその虎ノ門病院に駆けつけたら、これから手術をしますということでした。で、たまたま妻のいとこが、まあ、日本一の脳外科医っていうことで有名な堤和夫君で、親が兄弟なんですね。母親と和夫君のお父さんが兄妹で、で、和夫君も駆けつけてくれて、なんとその虎ノ門病院のそのお医者さんたちは、和夫君の弟弟子だったんですね。で、でも和夫君は私に手遅れになってる。難しいかもわかんないけど、全力を尽くすから。言ってくれて、